今回はですね、えー、モトローラーがですね、新しい端末をまあ発売しますので、そのね、新しい端末の紹介をしたいと思います。 まあ今回ね、発売するのは、これ日本のモトローラが日本で発売するんですけれど、モト G100 という端末になります。でこちらの端末は、これちょっとね、自分で紹介してるかしてないか忘れちゃったんですけど、まあ中国版でね、モトローラ HS というね、同じ端末があるんですけれども、まあそれのまあグローバル版ですね。まあ、グローバル版をまあ日本で発売するということになります。それではね、スペックの方を確認していきましょう。 まず見た目なんですけどね、えー、すごく特徴的なのがあ、ダブルパンチですね。えー、珍しいですね。最近ちょっとね、このダブルパンチホール見なくなっちゃったんですけれども、この端末は、まあ、インカメラが2つあるものになっています。で背面の方がね、まあ、4つのカメラが搭載していて、またカメラのところはね、また後で紹介をします。でカラーがね、この日本版は一色しかないんですね。このまあ白っぽいというかシルバーっぽいと言いますかね。えー、まあちょっと中間的な色になりますけれども、この一色しかないということです。 で、SOC の方はスナップドラゴン870ですね。5G に対応した、まあ、ハイエンドクラスの SOC になっています。で、ラムが 8GB ね。ストレージが1ニッパーということなので、まあね、今、スナップドラゴン888が今、最強なので、まあ、最強ではないけれども、 まあまあね、性能がいいものになっていますので、まあ普段使いでは全く問題ないし、まあゲームなんかやりもね、まあそこそこ動くというね、非常にまあいい SOC じゃないかなと思います。で、価格の方がもうすでに出ているんですけれども、税込みで58,800円という価格になっています。で、まあこれがね、まあ高いか安いかっていうのがね、えー、すごくまあ難しいかなと思うんですけれども、まあ日本でね、このクラスのスマートフォンということであればね、このハイエンドクラスのスマートフォンということであれば、 まあ58,800円税込みって結構安いんじゃないかなと。まあかなり買いやすい価格ではないかなと思います。まあ反面ですね。まあその海外のスマートフォンを見てる。まあ私のチャンネルをご覧になっている方は大体ね、海外のスマートフォンをチェックされてると思いますので。まあそうなってくると、まあね、ポコ F3 が同じ SOC を搭載して、まあプレセールなんかだと33,000とか34,000円。まあ今でも37,000ぐらいで買えるんじゃないですかね。まあそうなってくると、 まあちょっと5万8千円高くないっていうね、話にもなるかもしれません。まあもちろんね、日本で販売していてちゃんと技的も取ってるし、まあバンドも日本に対応してますので、まあ当然高くなるのは当たり前なんですけど、ただその差額をどう見るかっていうのはね、私のチャンネルの視聴者では結構ね、意見が分かれるんじゃないかなと思います。はい。それではね、他のスペックも見ていきましょう。でカメラはですね、クワットカメラになっています。で、メインカメラの方は6400万がそのカメラになってますね。それ以外にまあ広角カメラと、 マクロカメラと振動センサーですかね。その4つになってますね。マクロとま振動センサーというものになっています。で、バッテリーの方は 5000mAh ですね。で、ディスプレイの方は6.7インチの 90Hz のディスプレイということなんですよね。まあ、この辺もですね、90Hz っていうと、まあ、なんかね、リフレッシュレート上がってきたなという気がしますけど、 まあ海外の端末は 120Hz が当たり前なので、まあその辺を見てもですね、58,800円という価格を日本だといいんだけれども、ちょっと海外の端末とね、比較するとまあ高いかなという気がしてしまうのはしょうがないかなという感じです。 で、まあデザインなんですけどね、えー、カメラの方は、まあこれを見る限りそれほど出っ張っていないかなという感じです。で最近ね、海外の端末でもまあ流行している、ちょっとこのね、えー、R を取ってあるね、エッジを取ってあるようなまあデザインになっているので、まあ非常に持ちやすいですし、まあ、持った感じは悪くないんじゃないかなと思います。 あとはですね、これ3号のイヤホンジャックがあるんですね。ただこれ3号のイヤホンジャックあるんですけど、この価格帯なんですが、実はこれシングルスピーカーなんですね。この辺もね、よくよくスペックを見ていくとそんなにお買い得じゃないかもしれないみたいな感じになってきますよね。で、OS の方はね、android 11になってますね。で、モトローラーは結構その android に近いので、ここにもね、ピュアアンドロイドって書いてありますけれども、まあこの辺はですね、良くも悪くもスッキリしたま OS になっています。 で、私が今回ね、一番これ気になってるのは、このね、新機能の Ready4 っていう機能なんですよね。まあ、これは他のスマートフォンにもまあ似たような機能を搭載しているものがありますけれども、まあ、ぶっちゃけあんまり話題にならないんで、実際のところあんまり使う機会がないのかなと思いますけども、まあ、ちょっと気になりますよね。まあ、これはこのね、写真見てもらうとわかる通り、ここにスマートフォンがあって、 まあ、優先でディスプレイにと、つながってるわけですね。ここに u s b c to h d m i とか、まあ、USB の Type-C で接続して、おそらくこのスマートフォンの映像を、まあ、このね、大きいディスプレイに出して、かつこれが、いわゆるこのパソコンっぽいって言いますかね。この、今写真見てもらうとわかる通り、ウィンドウになってるじゃないですか。あたかも、まあ、Windows パソコンだったり、まあ、あるいはね、Chromebook のような、こういったウィンドウ形式の 画面で、こういったアプリとかもね、使うことができるという機能のようです。これはちょっとね、やってみたいですよね。で、この写真にもある通り、まあ本体はこれね、当然優先で繋がってるんですけど、まあこれにね、Bluetooth のマウスとか、まあここにもキーボードありますけども、このおじさんがキーボード打ってますけど、まあこういった感じでやると、まあ本当にクロームブックっぽくね、使えるんじゃないかなということで、ね、クロームブック大好きおじさんの私も非常に気になっています。 それではね、他の細かいところを見ていきましょう。一応ザーッと見ていきましょうか。まあ、android は11ですね。あとストレージが12%で、これ SD カード使えます。これハイタースロットですね。シムカードハイタースロットになっています。あと、まあ指紋認証センサーとかね、そういったものありますけれども、でメモリーは8ギガですねで。バッテリーが 5000mAh で、充電がね、20W なんですよね。 で、まあ、これね、専用の充電器が付いているので、20W で充電できるということなんですけども、まあ、20W っていうのもね、どうですかね。まあ、シャオミなんか 33W 当たり前のところに来て、まあ、20W。まあ、別にね、実際はそんなに困んないんですけど、まあまあ、ちょっとね、やっぱ数字の面では、あちょっと劣ってるようなイメージを与えかねないんですよね。あと、ディスプレイが6.7インチの 90Hz なんですけども、で、解像度がフル HD プラスなんですが、ここに書いてないんですけど、これね、液晶ディスプレイだと思うんですよ。 中国版のですね、えっ、ー、と、HS もですね、えー、確か液晶ディスプレイだったと思いますんで、おそらく S 気象ディスプレイだと思います。まあ、この辺を見てもね、やっぱり58,800円、ちょっと高いような気もしないでもないですよね。 あと重量の方はま2 1 5グラムということなので、まあね、ディスプレイのサイズも大きいのでいた仕方ないんですけれども、まあ決して小さくはない、決して軽くはない端末になっているんじゃないかなと思います。で、カラーの方はね、このイリーディセントスカイというね、一色、ちょっと白っぽいような、青っぽいようなね、クリーム色っぽいような、まあちょっと中間的な色のものが一色になっています。 で、カメラの方はね、先ほど言った通り六6400万画素のメインカメラに1600万画素の超広角カメラね。ただ117度なんでそんなにびっくりするほど広くないです、ね。で、マクロカメラ、リングライト付きですね。で、これマクロカメラのね、周りのリングがちょっとライトになっていて、まあどうしてもね、マクロ撮影するときに、こうね、スマートフォン自体が被ってしまって、その被写体が暗くなってしまうっていうことがあるんですけども、 それを防止するために、そのね、レンズの周りがね、なんかライトになって光るんですね。そういった機能がついています。これ面白い機能だと思います。であと200万画素の振動センサーですね。あと TOF のレーザーオートフォーカスを搭載しています。 で、インカメラの方は1600万画素のカメラと800万画素の超広角のインカメラですね。さっき言ったデュアルパンチホールになってますんで、インカメラが2つあるというね、えー、なかなか今となっては珍しいものになります。過去にはね、リアルミー6プロとかですね、あとワプラスノードなんかも2つありましたけども、まあ、最近見なくなっちゃったんですけど、これはちょっと私はね、好きなんで嬉しいです。 スピーカーの方ですけどね、ここに底面スピーカーというふうに書いてありますけれども、やっぱりこれシングルなんですね。だからそこの方から、一箇所からしか音が出ないというものになっています。まあ、その代わりに3号のイヤホンジャックは一応ね、えー、ありますね。あとですね、このね、Google アシスタントの専用のね、キーがついてる。 っていう話なんですよね。まあ、これももしかしたら便利かもしれない。Google アシスタントよく使う人は便利かもしれないですね。また、あるいはこのキーが他のアプリなんかに割り当てられるとね、まあ、最初デフォルトは Google アシスタントでいいんですけど、まあ、なんかね、他の例えばじゃあカメラだったりとか、まあ、よく使う LINE のアプリに割り当てたりとか、まあ、そういったね、よくタフネスマートフォンなんかでそういった機能がありますけども、まあ、そういった使い方ができたら、まあ、それはそれで便利かなという感じです。逆に Google アシスタントだけだと、 まあそれを使わない人にとっては、まあ邪魔なスイッチになっちゃうかなということなんで、そういったカスタマイズができるかどうかっていうのは気になりますね。で、バンドの方はですね、まあ当然これ日本で正式に販売している端末なので、バンド18、バンド19、バンド26ですね、プラチナバンドに対応しています。バンド8にも対応しています。まあ当然バンド1、あとバンド3にも対応していますね。 まあただですね、一応なんか楽天モバイルはまだね、確認が取れていないということで、まあ非対応とも言ってないんだけれども、まあ一応確認が取れてませんということなので、 まあちょっとね、楽天モバイルでまあ使おうかなと思ってる方は、もう少し情報を待った方がいいかもしれません。バンド的にはね、当然バンドさんも使えるし、バンド18も使えるんで、まあ使えるんではないかなと思いますけれども、一応確認が取れていないということのようです。で、5G の方は N の77、78ですね。だから79が、まあないということになります。まあどこも系ですかね。まあまだね、5G はそこまで広くないし、まー、あ、4G がどれだけ使えるかっていう方が実際のところはね、 えー、実際の使用感にはかなり影響があるのでその、その点はですね、まあ問題はないと思います。4G はバッチリ対応しています。このね、元 G100 なんですけれども、まあ日本ではね、そうは言ってもなかなかこのクラスの、なかなかお手頃なスマートフォンがないので、まあまあ人気出そうな気はしますね。まあさらにおそらくね、MVNO なんかの、まあ、回線とのセットで結構安く販売される可能性が高いので、まあとりあえずね、今定価で58,800円だと、 まあちょっと海外のスマートフォンと比べると高くないですかっていうところはありますけど、やっぱりそういう回線とセットになるとかなり安く販売されると思いますので、まあ、そういう部分ではね、結構安くなった時はかなり人気が出てきてもいいんじゃないかなという感じです。価格の方は先ほど言ったとおり58,800円の税込みで、まあ、これはね、モトローラの公式サイトの方でも販売をしています。 で、まあ一応ですね、販売は5月の28日に発売予定ということになっています。で、私はね、モトローラの端末も結構好きで買ってて、以前に紹介してますけど、この発売日が伸びたことが確か何回かあったような気がしないでもないんで、これ本当にね、5月28日に発売されればいいと思いますけども、まあ一応予定ということになっています。 で、こちらのですね、元 G の100ですけれども、もう Amazon の方でもね、一応予約を受け付けています。5月の28日発売予定と、こちらの方もなってますけども、価格の方は53,455円ですね。まぁ、あ、ちょっと Amazon の方が安くなってますね。で、まあ元 G100 はですね、当然日本で正式に販売されている端末なので、家電量販店なんかでもね、もう予約を受け付けています。また、あ、例えばヨドバシカメラ、ビッグカメラとかですね。 まあ、あとは、上新電気とかですね。あと、なんでしょうね。まあ、いろんなソフマップとか、いろんなところで購入できると思います。で、これはビッグカメラなんですけど、ビッグカメラの方でも58,800円で、まあ、一応ね、まあ、低価で税込みで送料無料で売ってるんですけど、ですね、家電量販店だと、まあ、ポイントがつきますので、ヨドバシとかビッグカメラで買えば、まあ、価格は低価ですけれども、一応5,880ポイントね、約10%のポイントがつきますんで、まあ、この辺はアマゾンで買うがいいかね。まあ、あの、ポイント換算にはなりますけれども、まあ、家電量販店 のサイトで購入すするるかととといいうことになると思いますで最近ちょっとアマゾンのね、なんかその予約してたんだけども、すぐなんか途中でキャンセルされて送られてこなかったみたいなね、クローンブックだと出ちゃっちゃう。 えー、で、タッチャブルあのー、人気だったね、クローンブックあったんですけども、まあ、あれが買えないとかっていうことでちょっと騒ぎになってましたんで、まあ、ちょっとアマゾンの予約っていうのが、まあ、私は今まで経験したことないんですけども、ちょっとなんか最近怪しいみたいなことも聞くんで、まあ、家電量販店の方が、ま、無難かなということで、一応私はですね、ビッグカメラですね、このビッグカメラの方で予約をしました。で、さらにビッグカメラはね、あのー、リーベイツね、楽天のリーベイツ、ポイントサイトが使えますんで、そこで1%かな。 で、家電量販店の中には1.5%とかつくところもありますんで、まあ、ただ、もらえるポイントがね、あんまりそのマイナーなショッピングサイトのポイントだともらっても困るんで、まあまあ、使い道のあるビッグカメラにしたんですけども、 まあその辺はですね、まあお好きな家電量販店で、ね、逆に言うともう日本の家電量販店では結構ね、取り扱いしてもらえるのが、やっぱりこの日本で正式に販売している端末のいいところだと思いますんで、まあ好きな家電量販店で購入すればいいんではないかなと思います。で、ちなみにですね、さっき言った中国版ですね、モトローラーの HS8GB の1ニッパーですけれども、まあこれがいわゆるその中国版ですよね、えっ、ー、と、2399元ですね。 ということは中国版は4万円で売ってるわけですよね。だから4万円売ってるものがまあグローバル版になると5万8800円っていうのがまあ高いか安いかということになりますけれども、まあ一応参考までに中国では4万円で売っています。 ということで、今回はですね、えー、モトローラが、まあ日本でね、正式に発売するモトローラ G100 をね、紹介させていただきました。まあちょっとね、さっき言ったみたいに高い高いみたいな感じで、ちょっと高いイメージを与えてますけど、まあ日本で見れば別に高くはないと思いますし、先ほど言った通りね、やっぱり MVNO とのまあね、回線とセットで、 結構安くなる可能性は高いので、えー、まあそのまま買うというより、やっぱりね、どこかの MVNO のセット販売を期待するのがいいんじゃないかなと思います。まあ、性能的にはね、スナップダラゴン8 7 0なんで、えー、まあ本当に一昔前のハイエンドスマートフォンよりさらに性能がいいものになっていますので、まあ、それでね、58,800円、6万円でお釣りが来るということであれば、やっぱりそんなにね、まあ、日本の市場で見れば悪くない端末だと思います。はい、今回は以上です。